新たなる挑戦が次のステップへと進もうとしている。ドーハの悲劇、日本サッカーを愛する者全員が投獄した日から、くしくもちょうど44ヶ月。日本サッカーの証を立てる。おお、回して、ここです。よし、やったー、中田ゴール日本先制。中田、前半4分ピッタシでした。素晴らしい。いやー、いきなり来ましたね。いきなり来ました。前半4分、中田、中田、この点切るとは3点目。中田代表3点目になります。もう一度こぼれたところ、これが山口、ちょっと下に、いいね、これは意図したパスはなかったですね。どちらかというとこれはシュートでした。これはシュート、でもよく叩きつけましたね。最近ちょっと透かし組の山口だったんですけども、結局永田がナイスポジション、永田、いいぞ永田。少しでプレッシングからボールを拾って攻めの多彩な技を見せたいというスタイルなんですが、さあその多彩の一つのくさびを作る永田で、ボールを回して、そして前線どんどんずらして、このスルーパスです。おっ、うまくトラップできた。さあ切り込んで上げる、ここに待っているのが相馬、狙ってきますね永田。さあ慎重に、これが届く。いいですね。いいよ。しかし大型選手が多い中東、こういうトラップ。さあ中田、その後です。さあ相馬、おお、いい感じ、かなりよく見て、残り時間、いいチェイシング、いいチェイシング。中田のいいパスから、アーズが内側走り込んで、ロッチした、これはさあ抜けた。2対2。中田がちょっと遠くなったか。どういうボールを上げるか。中田、さあふわりと上げて、中田、中田、どうする、いいですね、いいですよ。さあ数に渡って、メコン、またぎフェイントが決まるか、ここで、結局これかよ、どうするか、ね、さあ、日本コール、もう譲り、韓国、クウェート、中国、カタールという布陣になっています。さあ、ここでまたのイエローです、中田に厳しいチェック、そして中田のまた一つ偉いのは、このレディーファウルされても、感情的にはならない、ね、シュートだって、こっちのプレーをどんどんつなげていく、はい、でもう一つ、以前クリーンカップで、さあ、これ止めてほしい。だからクリーンカップで、はい、PK を中田のコネクション、これです。ここから、そして、ああ、狙いに来ましたね。また中田に戻って、いいです、このワンタッチ、やっぱりプレーをそこなんですよ。ここがどう、素晴らしい中田に絡みます。ここ数、いや、これは7、中田です。ご覧ください、カーズに通して、この後カズがどうするか、大事を取ってヤロー1枚あるし、さあうまくトラップして、さあこれがいい風でつながりました。この後チャレンジするか、よく見ていた中田は、残念、これはよく見てた、これね、いいですよ、この、うーん、アイコースター中田、あカズに今ヤローカードが出てる、これを引っ張ったからですね、今バックスを引っ張ったから、しかしこれはヤローはないと、こういったところを大事に、来た中田、あ、中田狙った、いや、これは、これは狙ってないこれはゴール前のパスですね。カーブかけて、もうちょっとマイナスが走り込みを期待してます、明らかにカーブをかけたつもりなんだけども、芝が濡れている。さあここで中田、相馬にパスか、いや、これは抜けてきた、スーパス、まだですよね、中田からこのいいスルーパス、任せるぜ、本当に、いやー、これはただ、崩されてる、中田、はい、これも、山口、得意の、ああ、当たった、これはディファンです、さあ、さあここから見たい、津波聡さん、はい、はい、ボールのちょっと進入率が高くなりましたね。逆サイド振って、ここに秋田、変えない、疲れてしまったのか、七海、どうなんでしょうか。さあこれはファールを取りました、惜しい、1分入りました、もう中村がいる、ロスタイム1分、さあおーい、カズ落として、はーい、決まった、決まらない、スタンドバグタル、どう、後
後ろのスペースの方に中田フィールしたんですけど、